満々だよね。君もやる気満々だ。そう、私は親父とは違うから、あのクータラと違っていつでもやる気満々。護道様はどうしてるんだ。牢屋ん中、暫定政府に投獄されたよ。せっかくだから頭冷やせばいいんだ。俺の師匠だ、あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね。やめよ、こんな話。私もムカつくだけだよ。それより、田舎者の話は大切ね。おしゃべりはそこまで。実験を始めましょう。まさかとは思うけど、こんなところで死なないでちょうだいね。セットマシン起動完了。戦闘データの収集を開始します。ヘイバイ、寝てろ。思ってたより危うじゃん。どうぞ先に進んで。ムカつくてか、どうやって登ればいいのさ。エリアに侵入されてしまいますか。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。はっ。さっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしても動きに隙がなかった。ウータイの忍び、まだお子様みたい。面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。はっ。開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。行くなら十分気をつけて。よっ、あのさ、その。なんだ。
ヨが言ってたの。どういうの？この協力体制は未来の架け橋になる。俺たちとナヨのアバランチは本来水とはいつか対立することになるかもしれない。でもその時、俺たちの個人的なつながりが衝突を回避する役に立つかもしれない。そういうことだ。多分だと思った。先輩が来る前に観察してたんだけど、連中リーダーの選び方とか労働者の連帯とか富の分配とか、俺たちとは見てる世界が違う。ソノンにはどんな世界が見える？爆発、銃声、悲鳴、血。私も忘れられないよね。どっち、先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど、うん、噛める？当たり前だよ。はっ、嬉しいよ、ゾノン。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ、心強い。あ、あれ使えるかも。よし、行こう。下にあった装置より大掛かりだな。ってことは、これが究極マテリア？違う、究極マテリアじゃない。な、何？くっそー、兵士じゃなくてマテリアよこせ。どう、奴らの目的は分かった？は、行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあいいわ、通信をつないでちょうだい。はっ。ご主人いかがかしら？この程度に驚いてもらえて光栄だわ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう少し私と遊んでいたから、ホログラムなんかよりもっと面白いものを見せてあげる。何が目的だ？ヨードン、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも、行くしかないでしょ。
ここはサンシーエの定期試験場。耐久テストをクリアした個体の戦闘履歴からデータを収集して新兵器の開発や改良に役立てているのよ。じっくり見学してきてね。耐久テストを開始します。検証に使用する個体を選択してください。何をしている？
目覚めか。兄さん、こんなところで何してるの？データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ウータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？